こんにちは、玉置です。今回はプリキュアオールスターズのミニチャームコレクションをいつもの早売りのスーパーさんで買ってきたので、こちらを開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では2月14日の月曜日に発売ということなんですけど、いつもの通りにイオンさんなどの大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されてるんじゃないかなって思います。コンビニに入荷があるかどうかはわからないんですが、もしあるとすればコンビニは発売日通りに月曜日だと思います。それでは早速見ていきたいと思うんですけど、まずは気になるアソート情報ですね。アソートは前から2つずつそれぞれ入っていて、こちらが一番最後にね、こう両方に入って全部ね2種類ずつということなので、今回のシリーズに関しましてはどれも削られることなくというかですね、どれもみんな人気のねアイテムなので、2個ずつという良心的な封入率で良かったと思います。それではパッケージ確認からいきたいと思います。パッケージは全て同じです。中身だけ違う感じですね。こんな感じで、それぞれのプリキュアのね、ピンクプリキュアというか、ブラックはブラックなんですけど、主役のプリキュアちゃんたちがいます。で、こんな感じになってるんですが、特にね写真のラインナップとかはないです。ここにね、アイテムのラインナップだけ文字だけであります。ね、懐かしいよね。もうハートフルコミューンとか、出てくれるなんてね。でミニチャームコレクションなので、この前のドレミちゃんのような組ケースではないのでね、めちゃくちゃちっちゃいです。では開封してみましょう。それでは順番に見ていこうと思います。まずはこちらのハートフルコミューンです。これはキュアブラックのねアイテムなんですが、めちゃくちゃ可愛いです。こんな感じでね、白にもちょっとなんかラメラメというかパール感のある白になってます。なのでめちゃくちゃねちゃんとできてますね。おお、こんな感じで音声ないのにね、音声のこの点々がねちゃんと表現されてるんですよ。すごくないですか。なんかね、本当当時のおもちゃ持ってる方は比べてみてほしいんですが、私はね当時のおもちゃはこれはね持ってないので比べられないんですけど、ね、このね何パールの塗装とかもめちゃくちゃ綺麗です。このマットな感じのパールがねいいよね。そしてですね、じゃーん、開きます。すごい、メップルがいます。かわいい。もうさ、これでメップルがいるってなると、ちょっとキュアホワイトのミップルバージョンも欲しいですよね。うわーで一周できます。うわー、かわいい。すごい、ミニチュアでねこれ、ガチャガチャでも確か出てたとは思うんですけど、食玩でね出てくれると本当に手軽にね買えるので、めちゃくちゃこれは良きです。うわー、かわいい。でね、シルバーのメッキがちゃんと施されてるので、めちゃくちゃ可愛い。いやー、クオリティ高いですね。そしてキュアもですね、これもめちゃくちゃ綺麗です。これも確か、ガチャガチャ版が出てたような気がしたんですが、わー綺麗で、ちゃんとねこのね5色にねなってるのが、これラインストーンっぽいのかな、そっぽいかな。ね、わー、すごい。でこっちと同じようにパールというか、ラメラメのね塗装が塗ってあります。ここはシルバーのメッキですね。ちゃんとねバラの模様も入ってて、いやー、かわいい。そしてこの白もやっぱりね、さっきのと同じようにちょっとパール感のある白です。おー、白もちゃんとなってるやっぱりね音声の穴がねありますね。すごいなー。ほんとこれね、当時のおもちゃ持ってる方はね比べてほしい。ここにもちゃんと蝶々のねエンブレムが入ってます。で、じゃーん、かわいいね。全体的にパール感のある塗装になっております。でね、ここの画面もなんかね、ちゃんとで、真っ黒でもね、そんな、食玩だからね全然真っ黒でも全然構わないのに、ちゃんとバラの、わー、かわいい。かわいいでボタンはねもちろんね押せないんですけど、いやー、すごいね。まさかね、こんなギミックがあるとは思わなかったなね。そしてココロパフュームです。これね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。当時のおもちゃね欲しかったんですけど、あの時は確か戦隊ものとか特撮の方面にちょっとねお金をつぎ込んでいたので、これはね買おうか迷ってて買わなかったんですよね。今もとちょっとね買っとけばよかったなって思うんですが、これもね全体的にメッキが施されてて、あれですね、白いパーツは全部このなんかパール感のある白い素材ですね。可愛い。でこれはさすがに押せないかな。押せないよねここも、でもねちゃんとね中にあるんですよね、このね、
体感がすごい。うん。ね、中にあるっぽくね、ちゃんとなってるのがすごいよね。うん。本当にすごい。いやー、これはね、本当に、うん。お値段がそこそこしますが、このクオリティはめちゃくちゃいい。そして、スマイルパクトですね。スマイルパクトも、かわいいね、やっぱりね。うん。で、さっきのとは違って、ピンクが、あ、これ塗装されてんのかな？うん。ね、ピンクのパールが塗装されてるっぽいです。そしてここがピンクのメッキね。お、ここもちゃんと、ここね、クリアパーツになってます。すごい。そうなんだ。このね、スマイルパクトも買おうか迷って買わなかったものですね。うん。当時ね、この頃からかな、クリーミーマミの何周年記念のね、グッズがいろいろ出始めたので、ちょっとね、プリキュアにはあんまりお金を、あ、これ開かないのかな？あ、開くよね。ちょっと待ってね。はい、こんな感じで、やっぱり開きましたね。ちゃんとギミックがあります。わー、すごい。ちゃんとね、この七色の、ピロロロンっていうのがね。いやー、うん、これはいい。クリアパーツで、あ、ちょっとこれここが白くなっちゃってますが、これは個体差かな。ね。これは外れないよね、当たり前だけど。うん。でもね、ちゃんと、わかるかな？ちゃんとね、模様とかも全部描かれてます。すごーい。いやー、あ、お、ここ、ここ。ここにもちゃんとね、クリアパーツがポコンってあります。わー、すごい。細かい、ここなんてね、なくても本当に全然気にならないところではあるんですが、すごーい。いやー、これはすごい。本当にね。うん。当時のね、あれだとここがラインストーンが入ってるはずなんですが、そこがクリアパーツがポコンと入ってます。すごーい。うん。キュアデコル自体はね、なんかいろいろ持ってるので、こんな感じでね、ここにラインストーンが入ってるんですよね。うん。なので、それが表現されてるっていうのがめちゃくちゃすごいです。そして、今回のデリシャスパーティープリキュアのハートキュアウォッチだっけ？ですね。こんな感じになってます。で、全体的にこのね、ピンクのメッキが施されてます。これはすごい。でね、ここ、ここなんですけど、ちょっとね、私やってしまいました。保護フィルムがね、ついてるんですけど、それをね、剥がすときに、まあ、ゆっくり剥がしてたつもりではいたんですが、保護フィルムがめちゃくちゃね、結構粘着力が強いんですよ。なので、ゆっくり剥がさないと、このね、ラメラメというか、メッキがね、剥がれてしまいます。うん、これはもう一個買う。もう一個買います。うん、こんな感じです。このね、ハートキュアウォッチは、おもちゃの方はね、まだ買ってないんで、どうなんだかわかんないですけど、これウォッチだから開かないよね。これはこれだけなのかな。ね。で、ここのね、ベルトのところは、うん、ベルトにはなってません。うん。お、こんな感じに、お、模様が入ってるんだ。へえ、そうなんだね。今回のやつはね、まだね、全然おもちゃとか買い揃えてないので、うん、ちょっとね、比較はできないんですが、いいね。このクリアパーツ、ね、トロピカルウジプリキュアからね、このクリアパーツをね、多めに使ってるんですが、うん、これ結構私好きです。みんなね、こういうメッキが好きっていう方が結構多いかと思うんですが、私結構クリアパーツの方が好きかなって思います。うん、メッキはね、こういう風になんか装飾として入ってるとめちゃくちゃ綺麗なんだけど、こう結構ねそう、スマイルパクトね、買うかどうか迷ってて当時も思ってたんですけど、こう全体的に使われちゃうとちょっとギラギラしちゃうかなって私はね、印象 としてあるので、うん。まあでもね、全然可愛いので、みんな大好きなんですが、いやー、本当にでも今回のね、このチャームはめちゃくちゃ可愛いです。なので、私の本命のね、スイートプリキュアのキュアモジュールが出てくれることを祈って、第2弾、第3弾と期待したいかなって思います。ということで、プリキュアオールスターズのミニチャームコレクションのご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。あ、そうそうそう、これもね、一緒に買ってきたので、こちらも明日開封して動画を上げたいと思います。